はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、あれです、トゥームレイダートゥームレイダーじゃないですね、今までトゥームレイダーやってたけど、バイオハザード行動ビロニカの、14回目ですね。今ね、携帯電話でね、回数パート見てるんでね、間違いないですね。ガラケーですよ、ガラケー、今はときめく。でもね、最近まあ、人づてで知ったんだけど、最近またガラケー作ってるらしいじゃないですか、どっかの会社で。ガラケーの時代もう一回来るんじゃないですかね。時代来る、来るっていうか、来ても来なくても俺はガラケーを使うんだけど。あ、ちょっと待って。防犯用火薬あったっけ？あー、ちょっと、もう俺の言うこと。こんなもんいらないか、こんなもんいるか、こんなもん、こんなもん、こんなもん。で、ね、防犯用火薬があるじゃない？で、このインクリボンも回収と。おい、3つか。結構ありますね。あ、アレクサンダー主記。はいはい。私の父エドワードは同じ貴族出身のスペンサー卿と協力して思想ウイルスを発見し、あ、これバイオ5かなんかでなんか見たことあるかもしんないな。思想ウイルスってやつ、気のせいかな。で、それがなんたらかんたらして T ウイルスと。はいはい。で、私、いやね、息子の私は遺伝子工学の専門で、極秘プロジェクトを進めていた。偉大なる始祖、ベロニカから始まる。あ、なるほど、なるほど。アシュフォード家を地に落としてしまった。はあ。私の代。あ、なるほど、なるほど。ダメだったってことね。このままではアンブレラをスペンサーに支配されてしまう。スペンサーに悟られぬようプロジェクトを早急に進めなければならない。で、俺は全てを考慮し、南極、ここだね、を利用した輸送ターミナルに大規模な最新研究設備を用意することにした。ほう。保持のため、極秘プロジェクトコードネームで呼ぶことにする。美しきアシュフォードの始祖ベロニカ。そうか、これがコードベロニカ。なるほど、なるほど。この T ウイルスをなんとかかんとかする計画自体がコードベロニカなんですね。怖いですね。やめてほしいですね。で、グリーンハーブと。このカチャコンカチャコン鳴ってんの何なんだろう。うるせえな。まあ、前回はね、ビビリビビリで、うえーって言ってたけどさ、もう今は、ただのうるさい、やからですからね。まず、組み合わせ。組み合わせ。組み合わせられない。装備品は、じゃあ、まあ、ハンドガンやっとく？しょうがねえな。じゃあ行こうか。ふい、ふい、あれ？あ？え？どこ？え？なんだったんだ？あ、パーソナルコンピューターじゃないね。うん？役に立ちそうな方は見当たらない。下に何かを引きずった跡がある。うわ、来た。いいぞ、いいぞ、いいぞ。でも何の音？何の音？嫌なん、嫌だねー。はい。バカ。おい、新しいよ。なんだ、ネズミか。虫が張ってる。怖いやー、怖いね、もうほんとに。なんだ、ネズミか。ほっ、で、ね、安心する俺じゃねえんだぞ。執事の置き手紙。アルフレッド様、突然手紙で、なんとかかんとかお許しください。思えば、お父上であるアレクサンダーの代から仕えていた。で、15年前、今日の失踪。これ今日でいいのかな？ごめんね。アレクシア様の命を奪った研究中の事故。あ、いたんだ、やっぱり、アレクシア様。何の力にもなって差し上げられない無力さ、この世を去ってお詫びしようかと思いましたが、あちらで今日やアレクシア様に会わす顔もございません。はあ。スイッチがある。え、何？電動式のようだ。全く反応がない。電池切れか。
電池交換なら任せろ。そうか。じゃあ執事さんはどうしてそういう何逃げるように手紙を書いて言ったの？何もう言葉じゃ言っても全然聞かないってことなのかな。でも今見た感じアレクシアは生きていたってことを。ここどこだっけ。滑るようなクリアリング。ああこれか。上向いてんだよね。何なんだろうね。何を狙ってる。大丈夫か。バタついてる。バタついてるんだよ。こういう時は下段なら任せろ。おら。よし。下段に勝るナイフなしだぜ。何言ってるんだ。大丈夫か。やべえ。開けちゃった。まだ。いい。心の準備が。ありがとうございます。いるんだね。はい。まずい。どけ。これハーブでしょ。ハーブ。今は使う必要がなさそうだ。ブルーハーブのプランター。なんか聞いたことがある。プランターはその場で使わないといけないみたいな。そうでもないのかな。でもブルーハーブってことはあれ、毒リンプン。毒リンプン系女子ってことですね。こっちか。逃げゲーだな、しばらく。なんだ？どけよ！大丈夫か？卵を植え付けられていてる。バカ野郎。舐めたまねしやがって。ゆっくり進んでいこうぜ。これは？登れるわけじゃないのか。まずい、つっかえた。エクスプロージョンアローは使わない。なるべく。もう一回。よし。ひるまない。追撃。ほい、追撃。ほい。よし。死ね。よし。まだな、ん？なんだこれ。帽子か吹っ飛んだのか。敵は？よし、狙ってるね。どこだ？どっちだ？こっちか。助けろ。これはドアか。わからないんだね、見ても。敵は？二人いる。二人いるか。結構いるよね。アイテムも探したいんだけど。なんか上にある。上にあるけど、取り方がわからない。どうやって取ればいいんだろう。まあいいや。まずはこっちに入ろうか。入れるところから入っていこう。ウェポン。武器か。武器庫か。はっ。まずい。違う。これまずい系かな。だが俺は。よし、ここから。持ち替え、なんかさ、これ持ち替えコマンドがやっぱ欲しいんだよ。ほら、来い。よし。来い。よし、大丈夫。だからといって、最近のね、バイオハザードみたいな。よし。なんつうんだろう。ああいう視点は嫌なんだよね。わかるかな、この気持ち。あとね、これね、マニュアルの方がいいですよっていうこれで言われたんで、今更だけど、ちょっとマニュアル使わせてもらうよ。あと一人か。役に立ちそうなものはない。そうか？何を見る？大丈夫か？そこか。どこだ？おい、ちょっと、仕掛け機の、仕分け機の一部。荷物はここに届くのだろうか。なんかある。よし。なんだ？採掘室の鍵。
南極でさ、何採掘すんの？氷以外なんかあんの？役に立つのものはない。まずいっすね。たまないんだよな。1、2、3。1、2。あ、お前邪魔だ。1、2、3、4、5。あ、まずいな。分けてもさ、あの ロックオン、ロックオンをさ分けたとしても、あのこれじゃ意味ないよね。壁になってさ当たっちゃうもんね。おい、どこにいんの？あ、ここは出口じゃないのか。じゃあこれ採掘室の鍵だけなのかな。なんか光ってるものが特別見当たらないか。ミサイ、何？ミサイルが並んでいる。何に使うつもりだったんだろう。一本ぐらいちょっとさ背負っていこうぜ。爆発させていこうって。ちょっと景気よく。これは何？死体袋？ん？また何？爆薬が仕掛けられているが信管が抜かれている。うん、あ、またお前動くんだろ。起爆信管。おい、動く。動かない。あ、じゃあここに信管使えばいいじゃん。熱感、熱感知識の爆薬が仕掛けられている。熱感知ね。これ使ってみる？そういうゲームじゃないかな。これだってミサイルにさ、エクスプロージョンアロー一発ぶち込みはさ、全てが終わると思うんだけど。ダメかな。あ、もったいないね。やめようね。熱感知識だから、なんかまたライター的なものを持ってこないといけないのかな。もったいなかったな。おい、お前なんか持ってないのかよ。熱感知か。熱感知って言うとなんだ？ストーブとか。まあ、マッチ、ライター。まあ、なんでも、ね、熱そうなものなら、なんでもいいんだろうけど。いい音だね、金具の。え、ここはどこだっけ？クレアじゃなくて、私はゾンビになっていたようだ。そんなわけねえだろう。行くぜ。ここだ、次は。坊ちゃんか。BOW ってさ、何？なんか、グレネ、注意、緊急用ガスマスク、ガス流出時16解除。なんだ？なんかいる。なんだお前は。どけっての。まずい。ダニか、クモか。容赦しないぜ。下段。あ、これ何匹もいるタイプですね。まずい。死ぬ気がする。まだいける。諦めない。ダメかな。よいしょ。まだいける。よし。あ、まだいる。まだいるか。わかった。4発か。あ、もういない？いる？音がするな。だからどこにいるかわからん。うわ、あ、下にいる。まずボーガンの矢。オッケー。でもボーガンの矢じゃな。何分？15分。まだいける。まだいけるが、もう ここにはいたくない。バイオカプセルのようだ。一体どんな生物？雲だろ？雲。やばい、雲。ここにじゃまずい。あ、危ない。
お、グリーンハーブ、梅味。もう一個あるだろ、もう一個。もう真っ暗で正直、真っ暗というかね、奥が薄くてさ、何も見えないんだけど、ちょっとマップを見よう。ここは、あ、固く閉ざされてしまってる。BOW。何なんだろう。何の略なんだろう。バイオ、汚物ウェポンとか、そういう感じかな。というと、あれかなんか生体兵器かなんかのことを略称で言ってんのかな。おお、危ない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 。あばよ、とっつぁん。仕分け機の操作版だ。電力が供給されていないため操作できない。そうか。仕分け機の電源スイッチ。お、押そうぜ。電力が供給されていない。バカ野郎、電気を大切にね。次は、こっち。ん、あ。オッケーオッケー。連打しちゃったよ。次、うん、あ、HP は？あ、これ触手の匂いがする。あ、でもここでこれ使ってもダメなんだよね。調合したハーブ、あのさ、ブルーハーブ、前話聞いたはずなんだけど、もう覚えてねえな。どうしようこれ。あ、そうだ、コメントを見よう。ね、なんか、あ、ここ採掘室っつったっけ。あ、登っちゃった。いやいや、まだいいや。前編後編って、前のゲームっつうか、これ、もともとドリームキャストっていう昔のね、次世代ゲーム機のゲームだったらしくて、俺も友達ん家でやらせてもらったのは、ドリームキャストなんだろうな。あ、な、ちょっと、どっか行けんのかよ。で、それで、うん、前編後編ってディスクがあったみたいですね。うん、ここはどうなってんだ？広そうですね。でも音がしないってことは、敵はいそうです。やばい！やばい！ゾンビ剣音。どこだ？次！よし、まずい。まずは、あー、ボウガンか。一応組み合わせだけはやっとくか。すごい。よし、次、そっちじゃない。いや、かまわん。いや、どけどけどけ。エヴァガチャから下段、下段、下段。あ、当たらん。壁はめ。俺が壁にはめられてる感じがするけど。よし、よし、はまった、よし、はまった、はまったぞ。よし、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 攻めるのは俺で、攻められるのはお前だ。で、まだいる。くそ、くらえ。この壁はめからは逃れられない。非常な壁はめをくらえ。よし。お、なんかある。お、ハーブ、うめえ。ハーブゲーじゃねえか。ハーブ祭りだな。秋のハーブ祭りだ。どんどんやっていこうぜ。ここ、なんか光ってるのがあるんだけど、入れないな。そして、ゾンビ犬の赤い、あ、ここ入れるのか。ね、赤い鮮血だけが目立つゲームである。うい、発電機のレバーがある。動かしちゃおう。やっちゃってよ。好きにやっちゃって。うん、これで電気が通ったと、おお、なんだ、こういう式になったのか。通ったと見ていいのかな。出口はどこだ。こっちか。何分？20分か。まだやれる。まだいけるんだけど、ちょっとセーブポイント欲しいですね。あ、ちょっと待ってね。こっちももうまだいけるんだよね。まだいける場所があるんだよね。これじゃ何かな。ここさ、もう南極だから寒いんだよね。何、そうそうそう、さっきも言ったけど、南極って何があるの。
ダイヤモンドとか埋まってんのかな。氷の世界にダイヤモンドはきっと埋まってないだろうけど。八角形の小さなくぼみがある。注意書き、人体に有毒なガスにつき緊急時は閉鎖すること。はあ、あいにくでも俺それらしきものは持ち合わせていないのであります。まだここに来る必要はないと見たので帰りましょう。出口はこっちか。よし。いやーでもね、前回ね、タイラントさん、あれタイラントでいいんですかね、一応。辛かったね。でも面白かったけどね、十分俺楽しめたよ。どうにかする感じ、一生懸命頑張る感じは嫌いじゃないんだよね。あれ、おい、これ電力なんとかしたでしょ。ちょっともう何なの、俺が何してないっつうんだよ。あん、どけや、ちょっとどけ。よしよし、 うまいこと入った。やっぱりこれさ、食らわないでいけるよね、うまいことやると。でもどうやってやればいいのかいまだによく分かってないんだよね。こっちにもなんかあんのかな。ないですね。あれ、ここは、あ、ないな。とりあえず逃げようか。こっちじゃない。いって、な、何に食らったし。え、まずい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 。これ、卵。バカにしやがって。どきやがれよ。23分か。ちょっと早いけど、今回これで終わりにしようか。話せ。これまだいくつかさ、卵ない？俺卵をなんとかする力は持ってないよね。薬用ハーブでどうにかなるとかそんなんじゃないよね。大丈夫？これ卵くっついてない？ちょ、暗くてわかんねえや。あ、やっぱり。よいしょ。大丈夫かな。ハルバードを形にしたくぼみもないし、なんかこの辺になんかまだあんのかな、アイテム。何もないか。うん、なんかハーブばっかり溜まっていくな。願わくばレッドハーブが欲しいっすね。あとちなみにさ、もうちょっと進んでいくと、なんだろう、起死回生のアイテムがありそうなね、雰囲気のコメントもいただいてるんですけど、まだですかね。ちょっとそろ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 いいんじゃないかなと思うんだけど。とはいえショットガンはね、この子使わないってね、恐ろしいねことをね教えてもらったしな。なんかもうないの？俺どこで電気つけるんだろう。もっと戻って行ってない場所もしかしたらあったかもしれないな。そこまで、じゃあ次回は戻ってやってみましょう。じゃあ今回これで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。